はい、こんにちは。テレビ改革党豊島区議会議員、靴沢亮司でございます。ミーニー様、愛国者吉春様、同居人は謎の彫金師様、ひろみ様、つくし様、大きい赤ピッピ様、ご支援ありがとうございました。何度もいただいている方もいらして恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。葛飾区で活動中のポスボランティアの皆様も誠にありがとうございます。高橋純也ともどもお礼申し上げます。共産党は早速ですね、まあ共産党と思われるんですけど、こんなことやるのは共産党だろうなという感じなんですけれども、岸田政治許さないロゴを作成しておりました。醜い、牛出しにしか見えんという意見もありまして、プラカとかですね、たまに見かけるあの高齢者がバッグにつけてるあのちっちゃいお札で活躍が期待されますな。安倍政治許さないっていうあのお札つけてる高齢者結構電車の中で見ますけれども、周りの人は何も言ってあげないんでしょうか。お子さんとかさ、お孫さんとかさ、今時それちょっとあの危ない人って思われちゃうよ。周囲に何も言ってもらえないんでしょうか。謎ですね。ネットの話まだ何もやってないのに、岸田政権あの始まってないですからね。何にも、官房長官のあの記者会見は始まったみたいなんですけども、まあ今んとこですね、ああしたいこうしたいっていうあのーなんていうの、方針を説明するばっかで、実際にはあの国会も動いてないし、何もあの変わってないですよね。とにかく許さない。これだよな、とにかく許さない。パに日本語通じない、この強硫さはパが嫌われる理由そのもの。まだ政治してないがな。次は岸田がーか、楽しそうで何より。すげー読みにくい。安倍バージョンの余りだろ、どうせテンプレ使い回し。心臓できないぐらい金欠進んだな。岸田政治のどこを許さないのって聞くと黙るよ。フリーズしてですね、岸田政治のどこを許さない、安倍政治のどこがどうダメなんですか聞くとですね、固まっちゃってですね、フリーズしてですね、しばらくスリープ状態になってるんですけど、あのちょっと経つとまた再起動してですね、同じことを言い出します。あのリアルにいるお札つけてるような高齢者ね。透明度上げて安倍政治許さないと重ねてみました。あー、こちらですね、後ろにあのうっすら岸田っていうのを見えますでしょうか。残りはですね、政治から許さないから完全一致しました。ありがとうございます。使い回しだろ。安倍を消してですね、岸田って入れただけですね。なんか高齢の共産党員がしこしここれの編集作業やったかと思うと、なんか可愛いやら可愛くないやら、なんか切ないような気持ちになってきますけれども、共産党に独創性がないんだが、新しいの思いつかないんだか、新しく作る金がないんだか、まあ雑な仕事ですよ。多分ですね、各党員に渡ってるそのプラカもですね、各自でこう紙、白い紙貼ったりなんかして書き換えんじゃねえの。手作業で。で、まあ若い人多いとですね、PDF ファイルどっかに載せといてですね、勝手にダウンロードして勝手にコンビニでプリントアウトしてくださいなんていうことも可能なんですけれども、この人らはなんせお年ですから、手渡し、プラカもお札も手渡し、送るなんてこともしないんですね。自民政治を許さないってしとけば、政権交代ね、我々が許さないんで、共産党とか立憲に政権渡さないんで、ずーっと使えんのに、バカだなぁ。バカなんだなぁ。自民政治を許さないって、しとけばいいじゃん。したら総理、誰に代わっても使えんじゃん。あとね、お前ら共産主義者なんだから、民主主義を許さない。でも、いいですよね。だってタリバン目指してんでしょ、共産党って。タリバン。武力革命目指してんでしょ。で、好き放題やりたいっていうのがお前らの願望じゃないか。
だからあのタリバンの成功は連中にあの希望を与えたと思うんですけどね、これなら自民が与党でなくなっても使えるで、例えばですけど、まかり間違ってあの維新とか与党になっちゃった、まかり間違ってトファが与党になっちゃったなんていうのでも民主主義を許さないって書いとけばシーカズはですね、たまにですね、民主主義を守るためとか言ってると笑っちゃいますよね。お前ら共産主義者だろ、民主主義は敵なんじゃないの、まだ何もやっていないのにっていうあの疑問がありましたけど、そういう問題ではないんですね、あいつら、あいつらね、あの自分ら以外は許さない、だからあこれならもっと広く使えますね、自分ら以外は許さないっていうプラカード作れよ、お札とかさ、 あるいはですね、選挙で選ばれたやつは許さないと、共産主義に選挙の概念ないですからね、もしもですね、あのそういう可能性出てきたら、公安や当局があの動いてですね、物理で阻止してくれるでしょうけれども、そのために公安監視対象になってるんですもんね、共産党がもし万が一っていうこともありえないんで仮定の話ですけれども、共産党が与党になったらですね、まず、最初に選挙を廃止するでしょうね、多分ですけど、フランス戦略研究所発表、中国の拡大戦略についてと、なんかあのフランスもですね、あのちょこちょこあの太平洋に島とか持っててですね、そこにもですね、あの中共がですねちょっかいかけてくるらしいんですけれども、中共は沖縄の独立派、護憲派、米軍基地排除派など左翼を応援支援している、知ってた、あ米軍基地周辺の土地を買っている、知ってます、目的は日米軍の活動妨害であると、日本におけるですね平和活動家というとですね、イコール防衛活動妨害運動と、つまりですね、日本人は身を守らずに黙って殺されるっていう連中が平和活動家でありますね、他のアジア諸国に比べ中共の浸透が抑制されている、理由は尖閣諸島の緊張で県中感情が広がっていることと、政治が安定していることや、マスコミ硬直化で介入が難しいことなどなど、マスコミが寡占されていてですね、そうですよね、あのテレビなんか6局しかねえしね、実質ね、マスコミがあの寡占、独占、独禁法違反、硬直化で介入が難しいことなどが挙げられると書いてありましたけれども、ネットの反応です、知ってた知ってた知ってたが第三国の指摘で再確認、朝日毎日はこれを報道しない、マスコミ分析間違ってない、操られまくってるけど、この板にも誤毛がゴロゴロいるしな、支援っていうか直接人を送り込んでんだろ、送り込んでますね、あの平和活動家と称する基地移転妨害の連中のテントとかにいますもんね、普通にね、フランスでも知ってることをなぜ一般人が知らないのか、まあ、あのテレビでやってないからな、テレビしか見てない人はそういう知識を仕入れる機会も全くないですね、パは絶対これを認めない、沖縄のマスコミは中共と一体化してるけど、沖縄タイムスと琉球新報でしたっけ、そろそろ物理的に追っ払うとき、はよスパイ防止法を、東京からもですね、あのスカウトされたホームレスがですね、沖縄に送り込まれるケースがあるらしいです、これとある区のですね職員さんから聞きました、最近戻ってきたんだみたいなその話をホームレスから聞いた、沖縄に行かされつつで、あの福島瑞穂先生は気前が良かったなんて話してたらしいんですよ、そういうのの窓口はこちらの方であります、福島瑞穂先生、隣のですねおっさんは沖縄平和運動センターの山城博司議長69歳とも、まあ、仲良しですよ、この人のウィキ見るとですね、高校時代からですね
なんかあの沖縄返還に抗議するためにハンストやってたとかですね。まああの高校時代から、あ、真っ赤っか、あ、どこで道を間違えたんだかね。まああの戦後生まれ、なんですけれども、昔の左翼ってね、あ、違う、昔の右翼って反米が多かった。あとですね、まだまだ弱々しいですね、中国と韓国と協力して強大な米国を、米軍を追い出せと。まあ無理もないですよね。親族とか、あの身内とか、おじいちゃんは兵隊で戦死しましたなんて、話聞いちゃうとね、まあそういう人もいっぱいいたという話でありますけれども、クルザリンドゥっていう謎の言葉で、撮ってる人、カメラ向けた人を追い払うのが特技の山城浩二さんですね。この方、あのウィキペディアにも載ってるんですけど、その他にも警察官に対しゴキブリ恥を知る、お前たちの家もわかるんだぞ、妻子だってわかるんだぞバカ者って言ってたり、まあこれ映像で残ってるんですけど、防衛局職員に対しぐるぐる巻きにして谷底に沈めてやるぞなどの脅迫も映像で残ってる、まああの活動家、活動家も活動家、ちょっとあの先鋭的な活動家ですね。防衛局職員はですね、言われるだけじゃなくて実際に頭をペンチで殴られて、で、あの山城逮捕なんですけど、これ殺人未遂じゃねえの、なんか保釈されちゃったみたいですけどね。裁判の行方は私知らないですけど、怖えなあ、頭を、人の頭をペンチで殴るような人と、まあ、あの、仲良しの福島瑞穂先生であります。まあ、あの、こういうのも中京の犬だったんでしょうね。テレ朝番組で玉川徹、ヤフコメにご不満、みたいであります。河野さんは悪口ばっかり、高市さんは褒めるばっかり、ネット右翼は 1-2% と言われているが、投稿の8割を占めている。ちょっと認識間違っているような気がしますけれども、ネットの反応です。黙れスパイネット右翼の定義は、ネット左翼だって業さんおるで、河野が負けて悔しいのか日本端子の件報道しなかったくせに、河野を応援しなければ右翼なのか、都合悪い意見はネト右翼認定と、玉川が気に入らないやつ皆右翼、玉川を見てる視聴者が数百万人いるかと思うとゾッとする、共産党もごまも同じことやってくるけどな、ヤフコメの安倍叩き菅叩きも大概だったぞ、スパムや複数アカウントは圧倒的に左翼が多いのは無視かよと、こういうような意見がありました。ネット右翼は 1-2% ってなんかすごい間違ってますよね。ネト右翼は 76% ですからね。韓国政府は信用できないって答えてる人が 76% だから、まああのネト右翼 76% って言い切っちゃってもいいと思うんです。自分らは多数派で常識人で敵は少数って思いたいんだろうけど、思いたいんだろうけど、本当に少ない人数で大声出してって思いたいんだろうけど、それお前らだから、自分らがそうだからって他者もそうだって思うんですね。これ心理学で投影って言いますね。まああのそんな認識じゃ敗北不可避ですよね。敵を知り己を知れば百戦危うからずの、初めっから間違ってですもんね。敵を知らない。敵は 1-2%。いや、76% いいからね。まあ、教えてやる必要もないんですけど、河野さんの悪口ばっかり。当たり前だろ、そんなの。高市さんは褒めるばっかり。当たり前だろ、そんなの。河野を叩くの皆右翼って発想はどっから出てんのかな？私は喉からっていう、コマーシャルありましたけど、まあ、こいつも中京から金もらってんでしょうね。公安さんは、こいつの、通帳とか調べると、なんか面白いこと出てくるかもしれないですね。衆院選比例投票先、自民と立憲のみ、各社っていうか、読売と朝日なんですけど、読売、自民 48%、立憲 13%、自民は立憲の 3.7 倍ありました。朝日、
自民は 41%、 立憲同じく 13%、自民は立憲の 3.1 倍ありましたと。まあまあそんなにそんなに嘘はついてなさそうな数字ですね。立憲支持率 13% にネットが驚愕しておりました。ネットの反応です。日本はもうダメだ。13とか高すぎだ。13もいるとか地獄じゃん。一桁かと思ってた。民主の戦犯が居座ってるのに、民主が壊れて日本人以外を集めたのが立憲だっけ。そうそう、民主の方が立憲よりマシだった。これ言ってる人いますね。右派の言論人で、民主党をですね越して、邪悪なやつだけ集めたのが立憲と、人間のクズを集めたのが立憲と、でちょっとまともな人はみんな出てっちゃったと。立憲の支持者ってもう意地になってないか。いい加減立憲は枝野福山体制を入れ替える。共産党に合流したら自民は気に入らないが立憲は良いところが一つもないというような意見がありましたね。読売朝日ともに 13% は高すぎじゃないかな。ちゃんと選挙権ある人に聞いたんだろうな。枝野幸男、我々の調査では半数の選挙区で合格一票とか言ってたんですよ。2日前、一昨日だっけかな。3倍以上の開きやって、これでどうやって政権交代するんだろうね。枝野が見たのは、調査って一体どこのなん、枝野騙されてませんか。なんか、詐欺にあってません。それどこの調査会社なの。各社の政党支持率からですね、全国の左翼支持者は、10% から 14% っていうのが分かっております。これアンケート調査で、毎回、こんな感じの数字出てくるもんですから、硬い数字なんですけど、まあ外国人含むですけどね。これが結構しぶとくて、なかなか減らないんですよ。今回も13% で出ちゃったし、これで共産も入れるともうちょっと増えるしね。帝国の年間死亡者数は約140万人で、まあ 1% 強ですね。人生100年って考えたら、まあそのぐらいだろうな。若くして亡くなる方はやっぱ少なくて、大部分が高齢者であります。お亡くなりになる方は。まあ当然っちゃ当然ですけど。左翼支持者も高齢者が多いんで、私はね、毎年 1% ぐらいずつ、左翼の支持率減ってくんでねえかって、ちょっと安心してたんですけど、なかなか減らないんですよね。80代。90代の方は結構右の方が多いからなんでしょうかね。これ全くの謎であります。もちっとね立てばみるみる減ってくんのかもしれないんですけれども、まあ要監視じゃないですけれどもね。まずはテレビがダメ。特にワイドショーがダメ。玉川みたいなのが喋れるっていう環境が全然ダメだと私は思います。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。